はいどうも、カッパン長です。じゃあ今度は日本国内の、なんだろうな。日本のテレビア連中の、このロシア、ウクライナ侵略での、なんだろうな、まあやらかしの類って言ったらいいですかね。例えば、このミヤネ屋さんでは、このウクライナの領土を、ウクライナをもうロシア領って発表しちゃうとかね。で、なんかこう一部に誤りがありましたと。番組内で訂正謝罪してみたりとかね。これ画像、まあ見たまんまですけどもね。すごいですよね。思いっきりロシアになってるんですよね。ウクライナがね。で、まああとはまあ、この、いわゆるこの橋本さんとか、テリー伊藤さんみたいな感じの発言をした人がまたなんか物議を醸してて。ただ今度東国原さんとかね。東国原さんももう橋本さんたちと全く一緒ですかね。なんかウクライナ、ロシアにこのクリミアと東部2州差し出せみたいなね。抵抗すんな差し出せみたいな。ほんとこういう人たちってなんでこんな感じなんですかね。これだって、日本が、そう、だからよくこう、なんていうのかな、何考えてんですかね。で、僕もまあよく言わせていただいてますけど、この明日は我が身ってことで、この日本がじゃあロシアに、北海道から、あるいはこの中国に、ね、この尖閣沖縄から、攻め込まれたら、なんて言うんですかねって、同じこと言うんですかねって。北海道差し出せよとかね、沖縄差し出せばいいとかね、言うつもりなんですかねっていう話をするのは、横暴だみたいなことをね、橋本さんが言い出すんですよ。卑怯だみたいな。え？卑怯なんですかね。ちょっとびっくりしたんですけどね。いや、なんかそんなようなことをね、要はその引き合いに出して、そういうことを言うのはね、おかしいみたいなことを言うんですよね。え？おかしなこと言ってるのは誰だよって。え？って普通に思いましたけどもね。まあそれを言われちゃうとね、この返せないからね、それはなんか卑怯だみたいな、なんかそういうことが言いたいのか、なんだかよくわかんないんですけど、もう本当になんかわけのわからんことですよね。まあなんかそうか、じゃあとりあえずじゃあ順番にね、このだから台湾有事、を見据えてっていうのはずるいっていうことをね、言い出すんですよね、橋本さんはね。で、そのなんかそこでなんか東国原さんとなんかそういうこの番組内でなんかそういうこの会話というか対談というかなんかそういうところがあったらしいんですよね。ちょっと見ていきましょうかね。まあなんかウクライナ地図、ね、ロシアと誤表記のミヤネ屋さんは、まあ、そのまんまですかね、まあ、本音じゃないですか。日本のマスコミ、テレビア連中の本音が、まあ、こういうところにもやっぱり現れるんじゃないですかね。その程度にしか、なんか思えませんけども。で、なんか当然、こう、だから、このね、申し訳程度に、このアナウンサーにね、番組内で、さっき間違えました、サーセンっていう、っていうのもそこまでがセットじゃないですか。間違いでも何でもなくて、なんかそういうシナリオ、だからまあそういう局としての、番組としてのそういう姿勢の表れっていう、ただそれだけだと思いますよね。本当なんだろうな。で、じゃあまあ東国原さんのとこから見ていきましょうかね。東国原さんが、なんだろう、ウクライナはロシアにクリミア半島と東部2州、を差し上げればいいと。なんだろうな、本当。もう笑うしかないっすよね。だもう、あ、この人、だ結局テレビア連中、この界隈のこういう人たちってみんなそうですよね。ね、だからまあ、この人が言ってるのはこの、例えばこのね、北海道とかさ、あとまあ、宮崎県ですからね、宮崎県の一部をロシアにあげればいいって言ってるのと一緒じゃないですか、これ。ね、だからそれをこの人が言うことを認めるっていうことは、ね、日本もそうしなきゃいけなくなりますから ね、ね、なんでここまでこうロシアプーチン大統領に忖度するのかがよくわかんないですけどね、でなんか結局そのね、橋本さん的に言うとこの政治的妥結、つまり降伏、ね、戦争を早く終わらせる、ね、一つの方法としてね、降伏とは言わないんですよね。政治的妥結っていう言い方をして、で、それ具体的に何ですかって言われたら答えないんでしょ？やっぱなんかこう、汚いっすよね。ね、言いたいことがあるんだったら、ね、どんだけ、ね、どこの誰にどんだけ批判されようが、ね、それ貫いてくれればいいのに、それすらやらない。
で今度はなんだろう、ウーマンラッシュアワーの村本さん、ウーマン村本さんはなんだろう、ウクライナ降伏論とは違うっぽいんですけども、なんかウーマンさんは、村本さんはなんかもう世界中の首脳たちが、要人たちが、ね、ウクライナに行けばいいみたいな、なんかそんな発言をしたらしくてウクライナ行けばいいってなんだろう、村本大輔さんが、ロシアによるウクライナ侵攻について、グテーレス事務総長が記者会見で危機的状況のウクライナ情勢について、核戦争も起こりうると警告したっていう、記事を引用した上で、彼も含め、世界の首脳や要人たちはウクライナに行けばいいと提言、さらにロシアが万が一彼らに弾を当てたら大変なことになる、民間だから兵士だからと命を雑に扱われる、他国の偉い人ならロシアで戦争反対と叫んでも逮捕されない、靖国のように個人的に、来ましたと言えばいいなどと持論を展開したって言うんですけど、何が言いたいか全然わかんないな何なんだろう。だまあ橋本さんの言うこの政治的妥結ってやつの中身にこれを使えばいいっていう、そういうことが言いたいのかな。だからまあウーマン村本さんが橋本徹さんレベルにこのレベルアップしたっていう、そういう理解でいいですかね。ね。だからこう世界の要人たちをね、このなんかこう国王なり大統領なり首相なりを、ね、全員このね、ウクライナ首都にキエフに招くことが政治的妥結。でそれでもってロシアの侵略行為、進軍が止まるっていう、そういうことを村本さんが提案してるってことでいいですかそっか、お二人のレベルがね、うん、ますますいい感じじゃないですかね、うん、他の解釈なんかあるかな、ね、二人がなんかこう同じ次元で、同じことをね、なんかこうわちゃわちゃと、うん、切り口を変えて同じことを言ってるんだと思ったんですけど、違うのかな、うん、だって相変わらずこの政治的妥結、政治的妥協っていうのが具体的に何ですかって、言われても特に何もね、答えてくれてないじゃないですか。ね。うん。で、またなんか別な番組でもこれね、誰だろうこれ。ね、谷原さんに突っ込まれたのかな。どうやって妥協するんですか、妥結、どうやって妥協するんですかって。で、一番肝心なところを答えられないのはね、無責任かもわかりませんがって。わかんねえんだ。なんでわかんないってごまかしちゃうんですかね。降伏じゃないの、ね、ウクライナがとっとと、ね、さっさとウクライナが、ね、このロシアに降伏すること、イコールこの政治的妥結終戦、そういうことじゃなかったのかな、ね、でもそれを言っちゃうと批判されるから、ね、非難が殺到しちゃうから嫌がって、ね、政治的妥結だ妥協だなんだかんだって言ってごまかしてただけなんじゃないの、うんね、だってウクライナの人たちに今すぐ降伏しろで戦争を止めるっていうのはさ、ね、ウクライナは、ね、この世から消えてなくなればいい、ね、ウクライナ人は、ね、全滅してしまえばいいって言ってるのと一緒、ね、分かってるから言わないんでしょ、でも言いたいことってそういうことなんじゃないですかね、うん、って思いますけども、違うのかな。あとまあこの橋本さんのこのね、主張、うん、まあごまかしてるっていうのもありますし、あともう一個なんかこうね、どうせ言ってるだけでね、何の説得力もないなって思うのは、この妥結だ妥協だってこう、やっぱり威勢よく言うじゃないですか、橋本さんはね。でも橋本さんご自身は、例えばこの、まあ裁判でも何でもいいんですけども、この議論する相手、番組内でさ、相手のこの主義主張話をね、また途中で割って入って遮るぐらいですから、全く聞きもしない、受け入れるなんてことはまずしない、全否定してばかりなのに、妥協や妥結したことを橋本さんがまずしていないじゃないですか。それでそんな橋本さんが妥協だ妥結だなんつったって何言ってんですかねみたいな、そんな風にしか感じられないんですよね、うん、ね、だからご自身がそもそもね、他の人、ね、自分以外の誰かのね、意見もね、ね、自分とは違う他の人の意見として、この、聞きもしない、ね、妥協も妥結もしない。うん。なのに、ね、この妥協だ妥結だ言われてもさ、ね、自分がようやらんこそね、やらないことをね、よく人に言えるよなって思うんですよね。うん。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。